零産式自動不やりは中華人民共和国のアサルトライフル。開発元はのリンコ。2003年に中国人民解放軍で採用され、2006年から一部部隊での配備が確認されている。1995年に採用された95式自動不やりは香港中流部隊や海軍陸戦隊、空挺部隊、北京や香港など重要地区の不評部隊に、 配備されていったが、香港変換に合わせた請求な開発もあって、多くの欠陥を残していたため、代打的立ち位置として霊山式が開発、採用された。もともと、霊山式の開発計画は95式と並行して進められていたが、香港変換に95式を間に合わせるべく一時、中断されていたが、95式が数多くの欠陥を露呈したために開発が再開された。 こういった経緯のため基本的な構造は95式と掃除しているが、全体的な形状や操作性は81式、自動やりに基づいている。しかし、単造アルミニウム製の上下レシーバーを備え、新規設計の速報を折りたたみ重傷や悪波、より大型化したひつつなどは、ポリマー製である。消塩性大気は、小銃的弾に対応しないロート型に置き換えられている。 弾装は95式のものをそのまま共用できる。2010年に95式の回収型である95から1式自動フェアリーが完成したため、代打の役割を果たし終えた零散式の配備は一部の部隊に止まっている。2014年の大テロ展示会で改良型が発表されており、上下左右の4面にピカティニーレールを装備するハンドガードが装着されている。警察と 国境警備隊によって使用されている。零産式自動不やりは、先進風評システム QTS-11 のスカラダになっている。ありがとうございます。